千葉ニュータウン。千葉ニュータウンは、千葉県白石、印西市、船橋市にまたがるニュータウンである。千葉県北西部の山市、西から順に、白石、船橋市、印西市にまたがり、首都圏においては、多摩ニュータウンや、江北ニュータウンに次ぐ、大規模、ニュータウンである。東西約1 8トル、南北2から3トルに広がり、総面積は、 約1930ヘクタール。1966年に千葉県が単独で事業を開始し、1978年に宅地開発公団、現 UR 都市機構が参画した。全域を新住宅市街地開発事業による全面買収の計画で進めていたが、2014年、平成26年3月31日をもって、 新住宅市街地開発法による事業は完了し、現在は2018年度まで事業生産機関として土地客を行っている。住宅用約90ヘクタールを含めて約286ヘクタールの未処分地が事業完了時点で残ることになった。総事業費は約1兆1、903億円に上る。計画当初は2912ヘクタールを開発して、 計画人口34万人を見込んでいたが、1970年代のオイルショックや1990年代のバブル崩壊などで事業縮小を余儀なくされ、2015年、平成27年11月時点の開発面積は約1930ヘクタールで、計画人口は45,600個、143,300人となっている。 実際の人口は2016年、平成28年5月末時点で95,511人に止まっている。このため、千葉県企業庁の平成25年、2013年、土決算では、千葉ニュータウン事業は1,150億円の赤字となっている、ニュータウン事業費収入は2,809億円、支出は3,959億円。ニュータウン地区の街並みは、 計画的にデザインされ、豊富な商業施設と住居、職場が有機的に配置され、また都心となりた国際空港へのアクセスの利便性を備えた極めて住みやすい街並みとなっている。一方、ニュータウンの事業区域の周囲には幅広く自然の里山風景が広がっており、動植物との触れ合いやサイクリングなど、各種スポーツで自然との共生をしむことができる。 多摩ニュータウンが給料を切り崩して開発したため、坂が多い地形であるのに対し、千葉ニュータウンは平坦な北総大地であることから坂が少なく、高齢者にとって歩きやすい街になっている。週刊東洋経済の住みよさランキング二千十七では、千葉ニュータウンの中核となる地域である、印西市が総合評価で全国一位に六年連続、二千十二から二千十七年で、 ランクインし、住みやすさについて極めて高い評価がなされている。千葉ニュータウンは大きく分けて6つの地区がある。また千葉ニュータウン内には、北総鉄道北総線6つ、内二駅になりたスカイアクセス線のアクセス特急が停車の駅が存在し、各地区に1駅ずつ位置している。駅は、都心、品川、新橋方面よりから順に、以下の通りである。 四0が乗り入れ、同じく UR 都市機構千葉事業部により、開発されている新鎌ヶ谷地区については、千葉ニュータウンには含まれないが、千葉ニュータウン及び新鎌ヶ谷地区を含めたエリアの、総称とて、東京、成田スコヨゲーゲイト式という名称の元企業誘致が、行われたことがある。2003年、平成15年には、関連する印西市、白井市、印馬村、 元の村の西に村による合併協議会が設立され、住民公募に基づいて、新市名を北総市と決めたが、翌年に行われた白石の住民投票の結果、反対票が賛成票の2倍以上の数となり、解散した。その後、印西市、印馬村、元の村の一市に村の枠組みで、市町村の合併の特例等に関する法律、 新合併特例法の期限である2010年3月末までの合併に関する話し合いを行うために2008年10月に合併問題懇談会が2009年1月には合併協議会が設置された。なお合併方式は印在市に印馬村元の村を編入する編入合併となり2010年平成22年3月23日に新 民在市が誕生した。千葉ニュータウン中央駅北東側には都心東地区と命名された業務地区があり、電気、通信、冷暖房などを統合した共同校を地区内に張り巡らせるとともに地盤が堅固で都心に近いことなどを活かして金融機関や情報通信関連の企業の招致を進めた。その結果、 銀行や保険会社などの金融機関や独立系システムインテグレータの電算システム、環状系システムホストコンピュータやバックアップシステム、ウェブサイトのサーバなどを配置したデータセンターインターネットデータセンターやメーカーの研究開発拠点などが進出し、2014年、平成26年3月時点で約7000人が働いている。 中学校小学校、高等学校中学校小学校、大学中学校小学校、大学他に、社会保険大学校、現、日本年金機構研修センターが存在した。中学校小学校、高等学校中学校小学校、専門学校中学校小学校、千葉ニュータウン地区には、長らく高等学校が、 県立白井高等学校の1校だけだったが、高校配置の適正化として、千葉ニュータウン地区高校整備事業が進められ、印在式根地区にある県立印馬高等学校が、印在牧野原エリア隣接地区へ移転し、2010年、平成22年4月より、県立印馬明星高校として開校し、千葉ニュータウン地区内の高等学校は、実質的に2校なった。 路線バス、コミュニティバス、主要地方道、一般県道、千葉県では、多局分散型国土形成促進法に基づく、成田、千葉ニュータウン業務各都市基本構想を作成し、2004年3月23日主務大臣、国土交通省、総務省、経済産業省、厚生労働省の同意を得て、同年4月6日県法に告示した。今後は、 本基本構想に基づき、成田地域、成田市、富里市、一部と千葉ニュータウンの中央部、東部の地域、印西市、部、白井市、一部を一体の業務各都市として、国、県、地元市町村等と連携を図りながら、積極的に育成整備を推進していくことになる。北総鉄道の運賃の高さ、近年の郊外型大型店舗の進出による交通渋滞など、 町の拡大と時代の変化による問題が発生している。千葉ニュータウンの東部では未完成外区があり、さらには開発区域内に希少生物が見つかるなど、開発と自然環境保護の問題にも直面している。千葉県企業庁と都市再生機構は2014年平成26年3月31日をもって新住宅市街地開発事業である。 千葉ニュータウン事業を完了し、生産基本協定を締結しており、現在は2018年度、平成30年度まで事業生産の期間中となっており、残余の土地処分を引き続き言っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。